まあね、あの家の中でね。ただあれですよ、サクさんもこの間北海道で食事やったんですけど、ボールに置いてかれてましたよ。それは年だからね。じゃあさ、こう俺とかだと例えば1対1になったら、例えばそうだな、今だったら長友が対峙したら、長友だったら俺絶対抜けねえなと思って後ろに下げるんだよ。だけどドリブルの人は当然行くじゃない、そこはね。まあいけないときはいけないのあるかもしれないけど、こう対峙しててさ、あ、このディフェンダーだったら勝負しないっていうのはないの？いや、ありますよ。ある？うん。誰だったら仕掛けないの？だバールとか嫌だしね、やっぱり。ああ、土屋ね。足速いから。どう？そんなない？俺は一度も抜けなかったなって思うのは、本当山信久っす。おー、山ね。あ、真面目にやってるとき、本当抜けないっすよね。なんだろう、フェイントとかも、なんか見透かされてる感じがするし、一回外して行こうと思ったとき、反転も速いし。うん。なんか、ああ、もう嫌だなってずっと思ってました。同じチームだからね、当然特徴分かってるから、チビは？そうですね、俺もでも土屋君とか一緒にヴェルディでやってた時に、うん、やっぱ抜けねえなって思いましたよ。全部、一回逆取ったなって思ってもすぐついてこられちゃうし、やっぱ身体的な高さはかなりありましたよ。うん。そっか、だから身体能力の高いディフェンダーは嫌なんだ、ドリブラーからすると。嫌ですね、抜いても追いつかれちゃうなって思うと、うん、抜く意味ねえかなって思っちゃう。抜く意味ないって面白いね。で、例えばそっか、つぼいとかああいう系もなんかやってるんだ。そうだね、平川とかね。まあだけどここだと思ったらどんな相手でもやっぱ仕掛けますけどね、うんうんうん、チャンスだと思ったら、うんうんうん、やっぱペナルティーエリアにペナルティーボックスに近くなったとこはそこはやっぱもう行くべきでしょ。何回か行ってさ、ダメな時ってあるじゃん。そこでやめちゃうのっても、僕ら、俺なんか見ててさ、あ、こいつもう諦めたみたいな、うん、のもあるよね。なんかそこも駆け引きですよね。何か仕掛けてて、失敗しても、それを布石に逆のことをやればいいやとか。うんうん、なんかドリブルも、大体相手も分かってるから、例えば、今はなんかこう消極的に仕掛けるみたいな感じで見せておいて、同じ相手だったり、その試合もこう変化を自分の中でつけるというか、うん、なんかそういうののもう布石として今までのはわざと取られたぐらいに思い込むようにしたりとか、小賢しいことばっかしてましたね。あまあまあ騙し合いだもんね、ある意味ね。なるほどな。なんかドリブラーさっき長いほらちょっと変なやつが多いって言ったのが分かる気がする。ドリブラーこの3人含め、あとドリブラーって誰？みんながさ、ちょっとこう、認めるって言ったら変だけど、日本の選手たちにドリブラーって、どんな人たちがいい？僕は、達也とかは全然自分とタイプが違う。ああ、そっか、田中達也、ね。これは最近だと、うん、今の現役だと、うん、名古屋の前田。ああ、前田直樹ね、うん。あれはいい選手だね、本当に。左利きっていうのもまたこれ特徴だよね。うん。日本でいないじゃん、左利きでドリブラーって。まあ、宇佐美、あ、堂安がね、堂安、久保が最近あれだけど、前田が最初ぐらいじゃない、うん、左利きのドリブラーって、ああいう仕掛けてる。まあ、中島翔也とかはそうじゃないですか。ずるっとボール持ってたいっていうドリブラーですよね。一緒にやってて、もうやっぱ練習中からもう絶対パスなんか出さないですよね。あ、そう。それで、チビはパス出せよって言ってたんでしょ、多分。言ってましたけど、あいつはメンタル超強いんですよ。どんなに言われてもずっとドリブルで仕掛けます。だからそれがやり続けた結果が、うん、ああいう風に日本代表まで行ってんのかなっていう風にちょっと思う部分もあります。あれでもし中島翔也がちょっとドリブル消極的になったりパスばっか出すようになってたらあそこまで行ってないっていうことだよね。じゃないかなって思います。監督にすげえ怒られてたんですよ。取られちゃうからやっぱりリスク高いじゃないですか、ドリブルで仕掛けて、ね、結構中盤とかでもあいつドリブルするんですよ。低い位置からでもドリブル、全部ドリブルするから、それですげえ怒られて、やっぱりそこまで試合とかはそんな出てなかったんですけど、ずーっとでももうそれをやり続けてたから、うんうんうん、っていうので、あそこまで行ったのかなってちょっと思います。だからそれもだから監督次第だよね。もし使わないってなったら使わないわけじゃん。そうですね、だからそう思います。リスクがちょっとやっぱ高いなって思う時もあるんで、プロ入ってきてあんな自陣から全員抜こうとするやつ初めて見ました。面白いな。やっぱ変なやつ多いな。海外とかでも、まあ、いろんなドリブラーの選手いるけど、この選手のこのドリブルすげえなっていうのはなんか、いやいやもう完全にロナウジーニョですよね。ああロナウジーニョ、ロナウジーニョ。あとだからあっちのロナウド怪物。ああそうあ、はいはい、その前のロナウドね。
いやいや、もう半端じゃないですよね。やっぱブラジルのドリブラーはシザース使うよね。全員使いますね。だからあれがシザースしてもスピードが落ちないじゃん。もうそのままこうスピードに乗っていくっていうのがすごいよね。まあ、正直カズさん止まってやってたじゃん。そうですね。だからやっぱみんなね、それ分かっちゃうっていうのもあるけど、やっぱ仕掛けながらシザースするって、なかなかいないか。日本人であんまいないっすよね。やっぱあれ、ボディバランス相当強くないと。なんかもう習慣なんでしょ、あれ多分、もうまたぐのが。ドリブルしてるついでにまたいでるみたいなさ。ステップの一環でまたいでるみたいな。うんうん、でも抜くときはシンプルに一回でしかまたがなかったりするし。柏のエジミューソン。あ、エジミューソン。昔の。エジューソンじゃん。あ、エジューソン。エジューソンだっけ。エジューソン、あの、超ちっちゃいやつでしょ、本当に。はい、あれ、エジューソンだっけ、エジューソンか。なんで俺言おうと思ったのに。じゃあ俺、エジムンドね。あー、じゃあ俺もそれエジムンドはやっぱりすごかったよね。いや、やばいっす。選手名鑑とかあるじゃないですか、うん、それで、自分の、うん、それでほら、好きな選手とかっていう項目あったりするじゃないですか、うんうん、そこにだって、自分若い時エジムンドって書いてましたから。あ、そうなんだ、マラドーナじゃねえんだ。あ、違います。あのプロになってからね。ちっちゃい時はマラドーナだったけど、そのプロの若い時はエジムンドって書いてて。へー。で、まさかそれでヴェルディで一緒にやるとは思わなかったんですからね。すげえ嬉しいじゃん。いや、超嬉しかった。サインもらいましたから、もう。サインもだから、一緒にやってるでしょ？ちょっと。やってます、やってます。うん。やっぱそうだった。うまかったっすよ。オーストラリアかなんかでキャンプやったんですけど、うん、その時に練習試合とかでも相手がもうめっちゃ体でかいんですよ。オーストラリアのチームの選手なんで。まあ、それをこう、もうひょいひょいかわしていくんですよ、一人で。なるほどね。エジムンドね。みんなやっぱブラジル人だね。で、復帰とかもすごかったっすよ、ある意味。ああ、そっかそっか。まあ、パワー、スピードだもんね。はい。はい。でも足元とかすごい上手なんですよ。うんうんうん。うん、やっぱり抜きとかも、うん、それでもやっぱ抜く方法はすごい至ってシンプルでしたね。うん、そんななんか足技もうこねくり回してとかっていうんじゃなくて、うん、そういうのもできるけどやっぱ時間かけないっていう方法をあいつはすげえ選択してましたね。うん、そうだね、わかるわかる。だからなんか、まあ、今言ったように復帰もそうだけど、いろんな足技持ってるけど最終的にはゴールに早く近づこうとするんだよね。だけどほら、いろいろ今動画とかでいろんな人が乗っけてるじゃない、うん、そのドリブルの技とか、うん、フェイントとか、はいはいはい、結構難しいのやったりするじゃないですか、うん、だけど結局それって今名前挙げた選手たちってもうほんとシンプルで、いかにゴールに早く目指すかというか、難しいのってあんまやってないでしょ。うん、そこら辺はみんなどう考えてるのかね。まあだから必要ないっちゃ必要ないんだよね。だからやっぱりそういう考えると、やっぱりいろんな技とかね、フェイントとかいろいろあるけど、結局はその試合の中の状況の中で何を自分がちゃんと選択できるかっていうところが、やっぱドリブラーとしては要素であって、どういうフェイントができるか、こういうドリブルができるっていうことがドリブラーの必要な条件ではなくて、状況の中でいかに最適解を出せるかっていう、そのチョイスがちゃんとできることがドリブラーだと思うんですよね。なるほどね、いいこと言ったな。その通りです。納得で。日本人はよ、日本人。いや、やっぱ長いですよ。長い一郎でしょ。絶対ないでしょ。いや、本当だよ。本当だよ。やっぱ俺的にはやっぱりこう、点も取れるっていう意味では、本当に達也はすごいなと思ってましたけどね。あいつも自分から相手を仕掛けて抜いていくタイプが、緩急のつけ方と、ドリブルから点を取れるっていうか、やっぱそれがやっぱりすごいなっていうのは、間近で見てても思ってましたよね。桜井さんとヴェルディでやった時に本当にすげえなと思いました。一緒に練習してるから本当すごいな、こんなドリブルする人いねえもんなプロでって思いました。へ、俺はもうサクのドリブルは今も八丈島でしか見ないからさ。毎年八丈島行って、もうそれこそショーだもんね。それこそいろんな技もできるしさ、見せることもできる、はい、まあだけどそれは遊びですからね。まあね、遊びの中でね、うん、ただあれですよ、サクさんもこの間北海道で一緒に試合やったんですけど、うん、ボールに置いてかれてましたよ。それは年だからね。さあ今日のゲストは、はい、もうね、入札終わってる。なんで入札